スピーです。気になる話題をお伝えしていきます。なんと女優の小松美由紀さんが49歳で女の子を出産されたそうです。小松美由紀さんと聞いても正直当方はあまり知りませんでしたが、写真を見たらああなんとなく見たことがあるなと思いました。フジテレビの大奥なんかにも出てたんですね。最初は1990年に週刊プレイボーイの水着グラビアでデビューされたそうです。 V シネマとか数々のテレビ番組にも出てたみたいで、若い時にヘアヌード写真なんかも出してたようですね。そんな小松さんですけども、40代初めから不妊治療をスタートしました。そして2021年2月に念願の長女を出産されました。超高齢出産ギリギリの49歳8ヶ月でした。高齢出産っていうのは35歳以上の出産のことを言うそうなんですね。それで超高齢出産っていうのは50歳以上での出産のことらしいです。小松さんはブログや SNS などを通じて自身の不妊治療の体験を発信し続けてきました。出産後は多くの祝福コメントが寄せられたそうです。ご主人は不妊治療にはとても協力的だったようで、でも振り返ってみると知識不足のせいで不要な治療に無駄な時間とお金を費やしてしまったとつくづく思うとのことです。今よりはかなり情報が少なかった7年前に手探りの状態で最初に訪れたのは産婦人科がメインのいわゆる町医者でした。一人で行って女性ホルモンの値を検査し、ご主人の方も精子の状態を調べたそうです。結果は夫婦ともに問題なし。結局小松さんは自分が高齢であることが主な原因だと思ったそうです。しかしそこの病院では回数を重ねるしかないといった助言だったので、拉致が開かないと判断し、すぐに最初の転院をしました。そうして今までに転院7回、顕微授精14回、高度不妊治療を7年間、総額1000万円という不妊治療が始まったそうです。うわぁ、大変ですね、これまた本当に。お金のこともですけど、精神的にもとか肉体的にも本当にもう大変だと思います。そして2015年1月、43歳にして初めて体外受精をしました。当時のブログには、体外受精お金がかかりますと記述されてます。最初は自分の貯金を取り崩していた感じでしたが、やはりすぐに底をついてしまいました。年間にすると何百万円単位ですから、夫もまたいろいろなことをセーブしていたと思います。唯一の趣味の車や仕事にも関わる洋服も我慢してくれてたようでした。と小松さんは語っています。1回目の体外受精では2個の受精卵を子宮に戻しましたが、成功せず、2回目も同様だったそうです。そこで小松さんはあることに気がつきました。それは特に自分のような高齢の場合は最初から不妊治療の専門病院に行くべきだったということを思ったそうです。無知だったためにいらぬ時間とお金を使ってしまったのではないかと思ったそうです。他のご夫婦に同じ鉄を踏んでほしくないという思いから、ブログではいろいろなことを詳しく記述していくことになったそうです。着床はするのですが、7、8週で流産になり落胆するという日々が続いたそうです。そして治療開始から4年が過ぎ、46歳になった時に日本でも有数の実績を誇る不妊治療専門クリニックへ転院をしました。小松さんによれば、体力というより女性ホルモンの値とか取れる卵の数が40代半ばに近づくにつれてガクンと減ってきて、その数値に限界を突きつけられるんですと語っています。治療も長くなり、夫婦ともに半ば諦めながら、ずっと二人だけで暮らしてきたんだから、こういう生活がこの先も続いていくんだろうなぁと考えて過ごしていた2020年6月半ばのこと、49歳の誕生日を迎えたばかりの小松さんに、待望の妊娠が告げられました。当時日本ではメジャーではなかった着床前診断を自分で調べ、その検査を終えてから、届いた知らせだったそうです。小松さんはある確信を感じたそうです。それというのは、今度は受精卵の検査もして、しっかり着床するはずの卵なのだから、この先もきっと大丈夫と思えた、とのことです。
着床前診断はようやく日本でも知られるようになったものでしたけれども、検査を受けていなかったらこれまで同様に育つ可能性のない受精卵を戻してまた無駄な時間を費やしていたかもしれませんと小松さんは心境を語っています。この着床前診断っていうのは受精卵の染色体異常の有無を検査することで、異常が明らかなものは移植しないっていうことですね。それで流産や死産、それから染色体異常を有する子供の出生率を低下させるっていうための技術だそうです。まあいろいろと技術も高くなってきてますよね。2020年9月14日、5ヶ月を過ぎて安定期に入ったところで妊娠を公表して、そして2021年2月18日に3357gの元気な女の子が誕生しました。小松さんは次のように語っています。帝王切開ですから、いわゆる産みの苦しみといった達成感もなくて、やがて産声も聞こえてほっとしていたら、私の胸のあたりに赤ちゃんが連れてこられたんです。初めて対面した時の感動ですか？それがエコー写真と全く同じ顔と思って、つい笑っちゃいました。母乳をあげながら思ったんですが、ほぼ50歳で産みましたから、もしかしたらこの子の結婚式には出られないかも、孫の顔も見られないかもしれない。この子と一緒にいる時間は他のお母さんよりもきっと短いわけですから、しっかりしなきゃ、長生きしなきゃと思っているうちに、初めてホロホロっと泣けてしまいました。とのことです。本当に良かったですね。喜びもひとしおだと思います。2020年9月に菅首相が、不妊治療のですね、保険適用を重点政策とすることを表明しました。それによって小松さんも日本の不妊を取り巻く状況が劇的に変化しつつあると感じているそうです。小松さんによれば治療も大切ですが、むしろ前段階の妊娠が可能かどうかを見極める検査の費用を支援してほしいということです。1回1万円の検査でも積み重なると大きな負担になってしまいます。検査によって、おのずと体外受精などの回数も減るし、確率も上がるというのが、小松さんの7年間の体験からの実感だそうです。また、ご主人は次のように語っています。彼女は何事も決めたらやる人なので、僕はできることは協力しようと思っていました。通院もそれほど抵抗はなかったです。慣れでしょうか？逆に、仕事で休みが取れない分、お金の面での協力は惜しまないつもりでした。まあ、保護猫も11匹いますので、少しは手伝わないと、妻もストレスが溜まるでしょうから、笑い。保護猫が11匹もいるんですか？いやー、大変ですね、これまた。11匹もどうやって飼ってるんでしょうかね。また、小松さんはブログなどで、男性への呼びかけを繰り返してきました。ご夫婦で、不妊治療の当事者の方、グラビア時代からのファンの男性たち、理解しようと読んでくださっているようです。同時に女性からは、うちの夫にも協力してほしいとの声が相変わらず多い。共に通院してくれる男性は、不妊に苦しむ女性にとってヒーローということを知ってほしいです。また私は高齢出産を必ずしも奨励しているわけではありません。私自身40代半ばで限界を身をもって体験しましたから、今後は俳優業を続けながら高齢出産や不妊治療に関する情報発信をしていきたいです。とのことです。まあ実体験がありますからね。小松さんが発信される情報はとても貴重なもんだと思います。ここでですね、世界の高齢出産何歳ぐらいかっていうのをちょっと調べてみましたけど、ギネスに記録されているものとしては、自然妊娠の最高齢はアメリカのルース・キスラーさんで、1956年に57歳の時に正常分娩で出産しています。まあ、この方は自然分娩ってことですね。すごいですね。また2019年には CNN が C 国で67歳の女性が出産したっていう報道がありました。だけどちょっと C 国なんでね、なんか信憑性に欠けますけどね。で、また同じ2019年にインド南部の70代の女性が双子を出産したという報道も出てきました。これは BBC が報道してます。体外受精によるものだそうです。70代？本当かな？まあ、一応 BBC がね、報道してるから、本当なんでしょうけどね。
まあどちらにしても小松さん無事に出産できてよかったですね。おめでとうございます。